ということで。はい。はい。はい、どうも、皆様こんばんは。宮根先生こんばんは。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、三浦クリニックの三浦先生に、こちらにね、お越しいただいて、三浦先生のお話をお聞きしたいなと思ってるんですけれども、はい、実はですね、私のね、友人は、何人もが、もう三浦先生のセミナーを受けたっていう人が、いらっしゃって、はい。で、今日はですね、三浦先生にどんなお話をね、お聞かせいただけるかしらっていうようなワクワクもあるんですけれども、はい、はい、そうですね、この放送はですね、今YouTube の方でも放送させていただいてるんですけれども、はい、はい、はい、そうですね、ちょっと、もしよろしければですね、何かこう三浦先生にちょっとこんなこと聞いてみたいなって思われることも今日はね、特別にちょっと三浦先生にお話ししていただけるかなと思ってますので、よかったらね、コメント欄で、Facebook でもやってますけれども、にちょっと書いていただいたりしたらいいかなと思っていますので、はい、皆様どうぞよろしくお願いします。三浦先生どうぞお願いします。はい。そうですね。三浦先生の、診察というか、カウンセリングから入られるっていうことで。はい。はい。で、ちょっとこう、西洋医学と東洋医学を織り交ぜた診察ということで、なんかすごく独特だなって、先日ちょっとお話をお伺いして思ったんですけれども。うん。はい。人が、病気になる、なんていうんですかね、そのステージっていうのは、やはりこう、はい、ストレスがあって、そこから自律神経が、ストレスっていうのは、物理的なストレスと、精神的なストレスと両方あると思うんですが、はい、うん、そういうのがあって、そこから自律神経が乱れて、はい、ホルモンとか血流のバランスが悪くなって、病気になるっていうことが多いので、どこから治すかって考えると、やっぱりこうストレスのケア、心の問題とか生活習慣とか食事の習慣の改善っていうことからやっていかないと、全てのことがこう対症療法になってしまうので、そこに関わっていきたいなと思って、今はこういうことをお薬だけ飲んでてもね、なかなか根本的な解決にはならないので。そうですね、なんか、はい、お薬によっては、慢性病のお薬なんかも、もうやっぱりこうずっとそのお薬を飲んで、なんとか体調維持してるような感じになってくると、私なんかはやっぱ全然お薬は飲まないんですけれども、主人なんかはやっぱりもう81歳になりまして、前立腺とか、血糖値とかが気になるっていうことで、ずっとこうお薬飲んでるんですけれども、そうすると、はい、やっぱお薬もいいけれども、なんかちょっと副作用的なこともひょっとしたらあるんじゃないかなと思うんですけれども。症状を抑えるっていう意味の時間稼ぎっていうことではすごくいいと思うんですね。はい。スピリチュアルなこととか、代替医療のことを勉強されてる方はよく、お薬飲むこと自体に罪悪感を感じる人もいるんですけど。はい。私はこれは江戸時代の人には預かれなかった恩恵だし、今でも貧しい国の人には飲めないお薬も日本では多いので、せっかく今の時代の日本に生まれてるんだから、使えるものは使ったらいいと思うんですけど、それだけでっていうよりは、それをやりながら生活習慣を改善していきましょうっていうようなお話をいつもさせていただいてますね。なんかね、すごく魅力感じるんですけど。だから薬っていうのはね、よく講演とかでもお話しさせていただきますけど、逆から読むとリスクっていうこともあって、使いすぎたり頼りすぎたりするとやっぱり副作用っていうね問題もあるんですけども、上手に使えば、それで、副作用が起きないような生活習慣を保っていけたら、それでいいんじゃないかなって私は思ってます。私自身も薬が必要な時自分でも飲みますし、
何が何でも薬なしで治さないといけないっていうような固くなな感じではないですね、私自体は。はい、で、まあ、やっぱりこうその、日々の生活習慣っていうことで、うん、なんか食が体を作るっていうような感じのことを先生おっしゃってるかなと思うんですけど。はいはい、そうですね。まあ、当たり前のことを考えてくださいって言ってるんですけど、はい、人間っていうのは、まあ人間っていうか動物ですね。動物っていうのは、はい、その土地で、その時期に取れるものを食べていって、体調を維持するっていうのが当たり前の話なので、はい。うん。まあ今の時期に、まあ、例えば今だったら大阪ですけど、大阪で私が住んでる裸の猿だったら何食べれるかなっていうのを考えながら、ええ。うん、で、なるべくそういうお薬とかに、うん、農薬とか添加物とかそういうものに頼らないような、きちんと作られたものを食べていくっていうのが土地とエネルギーがつながって、一番健康になれるんじゃないかなって思ってます。はい、はい、最近こう私のこう周りの人たちも、うん、まあ、発酵食品っていうのでね、うんうん、いろいろこうお味噌を作ったり、いろんなこう酵素ドリンクを作ったりっていうことで、まあ、お漬物をつけたりとかっていうようなこともね、まあ、取り入れれるようなことは取り入れてるんですけれども。はい。まあ、なかなかその無農薬のものを食べるっていうことはね、この街中にいるとちょっと難しいこともあって、結構聞きたいんですよ、うん、無農薬の、ものっていうのが。そうですね。確かにね、私も完璧にはできないです。お付き合いも当然ありますし、はい。大きな講演会とかにあって、なったら懇親会とかで普通の居酒屋さんとかにも行きますので、はい、何でもあれ美味しく食べるんですけど、まあ、ありがたく美味しく食べるっていうのが一番大事なことなんですが、普段はやっぱご自宅で食事されるときはまず基礎調味料ですね、塩味噌醤油、はい、油っていうようなものをちょっと整えていただいて毎日取るものですから、はい、まあ、そういうのでその今おっしゃった発酵食ですよね、要は、はい、うん、まあ、そういうので腸内環境を整えていくっていうことを少し意識していただければいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、はい、そういう感じやったら、まあ、少しずつこうできてるなって感じはしますよね。うんうん、そうですね。まあ、私も今昨日もたまたま箕面市の市長さんとお話ししに行ってきまして、はい、発酵食を作るような活動をしていきましょうっていうようなお話をさせていただいてたとこなんですけどね。はい。うん、そういうお味噌とかお醤油とか梅干しとかね、これからの時期、作るような活動をしていきたいなと思ってますけどね。はい。先生も作られるんですか？はい。私は結構うちクリニックなんですけど、はい、ちょっとここ数年はやってないんですけど、以前はクリニックで、味噌作りの教室とかもやってました。そうですね。なんか先生の、はい、ホームページとか見せていただいたら、うん、いや、こんなのやったのかなと思ったんですけれども、うんうん、そうなんですよ。はい、はい、まあ、そんなに難しいことではないので、はい、まあ、ちょっとね、ご希望者が多くて準備するの大変なんですけど、でもみんなでワイワイ言いながらね、楽しくやってるので、いいですね、ぜひ皆さんもやっていただいたらと思いますけどね。そうですね。まあ、私も、まあ、うん、今まではね、梅干しは買って食べるものっていう頭があったんですけども、うんうん、まあ、ちょっと今年はちょっと自分で梅干しもつけてみようかなと思って、うんうん、はい、まあ、ちょっとその発酵食品大好きなお友達にちょっと声かけて教えてねっていうふうに言ってるんですけれども、うん、はい、そういう活動されてるお知り合いはたくさんいますし、はい、先日の日曜日ですかね、土曜日だ、和歌山に、はい、農業関係の自然栽培学校の講演会に行ってきたんですけど、はい、まあ、そこで梅農家さんとかともご縁をいただいて、そうなんですね、うん、何か製品化しましょうっていうようなね、お話も、結構盛り上がってるので、はい、うん、いいですね。いいと思いますね。なんか私たちも、ちょっと梅酒であったり、梅干しであったりしようと思っても、うん、
かなかね、その無農薬の安全なものっていうのはどこでどういうふうにしていいのかっていうのがね、よくわからないことも多くて、うん、そうですね、まあ私の活動の一つとしてそうやってきちんと本物、本物っていうと変ですけど、きちんと作られてる方と消費者の方をしっかりつないでいきたいっていうことも踏まえて、いろいろ講演会とかもセミナーとかもさせていただいてるので、はい、うん、ご興味があったら言っていただいたらご紹介は、うん、できますので、はいはい、ぜひうん、お願いしたいと思うんですけれども、はい、そういった場合なんですけれども、うん、まあ、はい、まあ、私以外の方でもひょっとしたら先生にお願いしたいわっておっしゃる方がいると思うんですが、うん、そういう時は、先生の方の、どういったところにアクセスさせてもらったら、あのですね、はい、それこそ2日前に一緒に動いてた、バンちゃんっていうですね、バンドーさんっていう方が、大阪の自然栽培農学校っていうのの代表なので、はい、彼につながっていただけたら、Facebook もされてます。あ、そうですか。はい、私のところから友達検索していただいたら、まあ、ここ2、3日の記事見ていただくと一緒に写真が写ってる記事があると思うんですけど、はいはい、それで坂東さんつながっていただいたら、まあ、坂東さんの、はい、大阪自然栽培学校の、指導してる方が佐伯さんって佐伯康人さんっていう方なんですけど、はいはい、これは有名な奇跡のリンゴの木村明宏さん、明宏さんの一番弟子って言われてる方で、はいはい、そうなんですね、はい、うん、彼が大阪の箕面のとどろみっていうところに、農業の指導に来てくださってるので、はいはい、でそこの会に行くとそういう関係の人たくさんいますので、いや今ね本当にすごい活動が大きくなってまして、はい、若い女性を中心、30代40代ぐらいの女性を中心に今会員さんが250人ぐらいになってるのかな、すごいですね、うん、で、はい、日替わりでねお水揚げに行ったり、収穫に行ったり、担当を決めながら毎日全部自分でやるっていうとなかなか大変なんですけど、そうですね、うん、みんなで管理しながら月に1回2回自分が行ける日だけ行って、いい食べ物を手に入れるみたいな活動はされてます、はい、そうなんですね、じゃあちょっと、うん、Facebook の方からまず坂東さんにつながって、うん、ね、そうですね、ちょっとこう勝手にお茶振りして怒られるかもしれないですけど彼が一番大阪では顔が広いかな、はい、で、はい、大阪にも、あ、大阪だけじゃなくて全国にその自然栽培学校っていうのが、はい、栽培農学校っていうのがあるので、はい、実際畑に行って体験できたりもしますので、はい、うん、で、まあ、若い人多いので畑で農業だけじゃなくてみんなでいろんな活動してますのでね、はい、うん、私も今度、ね、子供さん向けに畑のあぜ道の中で絵本を読むっていうのをこの間収録してきましたけどね。へえ、すごい、はい、なんか楽しそうですね、なんかね、うん、面白い人が多いので、はい、まあ、そういうね土につながるっていうか、大地とつながっとくっていうのはすごく、やっぱ我々人間っていうのは、はい、何からできてるかっていうと、やっぱ食べたもの、飲んだ水、吸った空気なんで、はい、うん、それとあと、まあ自分の思いっていうスピリチュアルの話ですると思いっていうことなんで、はい、その辺をねもう一回きちんと見直して、まあ今、はい、世の中の集合意識に飲み込まれると戦争がどうのこうのとかコロナがどうのこうのとかって、どうしても、トーンダウンしてしまうんですけど、はいはい、うん、不安恐怖心配っていうことだけじゃなくて、まあ積極的に自分でじゃあこの状況でも何ができるのかっていうのをみんなで考えていけばいいと思いますね。楽しいことはやっぱ自分で作らないといけないと思いますし、はい、自分の機嫌を取れるのは自分しかいないので、自分が楽しめることを上手に作っていくっていうことを考えていけばいいと思いますね、はいはい、はい、まあそういうことでちょっと今ね一つ一人ちょっとコメントが入ってるんですけれども、はい、いいですか、風鈴さんなんですけど、はい、こんばんはって言って、はい、知人に関節リウマチの方がいらっしゃるのですが、何かアドバイスがあればっておっしゃってますけども、う
ああ、ちょっとテーマが大きすぎますけどね、ちょっと診察させていただかないとなかなか難しいんですけど、なるほど、はい、まあ、リウマチ、女性だったら、まあ、冷えの改善とか、そのやっぱ腸内環境が影響するので、食事の改善、それからあのリウマチの人は結構ね、あの一般論ですいませんが、はい、真面目な人が多くて我慢強い人が多いんですね。あ、そうですね。ちょっとこういう感じでグッて我慢しちゃう人が、はい、はい、多いので、もっとこうさっき言った自分で自分の機嫌をとって、うんうん、楽しく生きていくって、うん、自分に優しくもっとしてあげるといいかもからないですね。そうですね、あのもう一度褒め育てって言ってるんですけども、うん、はい、まああのもう一回自分が赤ちゃんになったつもりで、今の自分が今の自分をもう一回こう褒め育て、小さい時からの感覚で褒め育てていく、うん、よう頑張ってるねとか、うん、あとはまあ、 あのできたこと探しですね。ああ、なるほど、うん、あ今日もあの病気あるかもしれないけど、うんうん、ちゃんとご飯が食べれたとか、服があるとか、家があるとか、うん、うんちが出たとか、そんなことでいいんですけど、はい、あのイエスセットって、できた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 っていうのを自分で作っていって、寝る前にありがたいなって、うん、あのうちのクリニックにもね、業務ノートがあるんですけど、はい、あの普通の病院の業務ノートってね、難しいことばっかり書いてあるんですけど、はい、で小学校の時から僕ら反省会ってやってると思うんですけど、はい、あの反省して良くなった人を僕は見たことないと思ってるので。なるほど。あの今日嬉しかったことを3つだけ書いてくださいっていう業務日誌なんです、うちは、はい、うん、だから本当にあのご主人がご飯作ってくれたとか、家に帰りたとか、そんなことだけ3つ書くっていうような感じで、はい、読んでても楽しいですし、いいですね、で脳はことの代償を理解できないので、あのできた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 っていうことを、ね、うん、こうちゃんと認めていけば、あ、この人肯定的に行きたいんだなと思って、うん、肯定的な出来事を引き寄せの法則で引っ張ってきてくれるんですけど、うん、なるほど、うん、今日もあれできひんかった、こうすべきやったのに、あすべきやったのにってやっちゃうと、あ、この人否定的に行きたいんやと思って、そういう出来事いっぱい引っ張ってくるんで、いや、そんなん嫌や、そんなん嫌。あのやっぱ私もあの一応神棚に神さんをお祭りしてるんですけども、うんうん、ね、あのまあ、日々の感謝ですね。まあ、そうですね。うちは、まあ、あの主人と私2人暮らしなんで、うんうん、まあ、2人が健康でね、で、まあ、仲良くねしないとね、家の中でね。だから本当に仲良く、うん、まあ、生活できて、あのもう穏やかに生活できて、ありがとうございますっていうことでね、あのいつもあの感謝してます。うん、はい、まあ政治もね、右翼とか左翼じゃなくて仲良くでいきましょうっていつも言ってるんですけど、あの、まあ、うちのクリニックもあの診察室に鏡があるんですけど、はい、ちゃんとね、あの朝晩自分に向かって、今日もありがとう、おはようとかって、うん、自分に声掛けして自分を褒め育てるっていうようなことをね、いいですね、ぜひやっていただいたら、それから、はい、あの今日も良かったとか、今日も頑張るぞっていうような、はい、自分なりのガッツポーズを作ってくださいってリハーサルをするんですけど、うん、いいですね、そうすると脳は上手に騙されて、ええ、うん、あのスピリチュアルなことをあの、ええ、興味ある方が多いので声を出させていただくと、はい、あの視線行動っていうのは脳とつなが思考とつながってるので、うんうんうん、やっぱりこう考える人がこうやってやってしまうと、あの脳は落ち込みたいんだこの人と思って、そういう出来事を、そうなんです、だいたいあの1秒間に A4 の紙で600枚引っ張ってくるっていう、ね、うわ、はい、いや、うん、あの私もねよくあの難しい問題にあの考えられないんで、あの、うん、悩んでられないんで、まあ、そういう時はちょっと置いといて、で、まあ、好きなことしてね、うん、まあ、ちょっと遊ぶっていうことをするんですよ。そしたら、ね、うん、なんか遊んでる間になんかこう、ひらめきがあって、なんか、あ、こういうふうにすればいいかな、とかって思うことがあったりとか、うん、あとまあ、パソコンなんかはちょっとほったらかししていたら、勝手にパソコンが直ってたりとか、結構あるんですけれども。そうですね。まあ、はい、ちょっと自分自身で考えようとすると落ち込んでしまうので、あの俯瞰して、あのこれ近所 の, あの
子供に相談したら何て言うかなとか、お釈迦さんに相談したら何て言うやろうなとか、うん、自分の好きな人に置き換えて、うんうん、どういう考え方もあるんかなって、こう次元っていうと変ですけど、ステージを変えた考え方もあるんじゃないかなって、はい、うん、それをね、書いてみるんです。僕もよくやるんですけど、はい、小学校5年生の時の僕やったら今の僕にこう言うなとか、なるほど、うん、うちのおじいちゃんがまだ元気やったら多分こういうアドバイスするやろうなとかっていうのを、うんうん、書きながら、まあいろんな考え方あっていいんやろなと思って。いいですね、うん、それってなんかリーディングとかのセッションを受けてるような感じですね。うんうんうん、まあ一応カウンセラーなんで、ね、そういうことは患者さんにも、うん、がんって本当に悪いことなのって、うん、あ、なるほど、うん、ほんまに死ぬの、ね、っていうような、うん、質問をね、皆さんにね、こんな考え方もできるんちゃいますっていうようなね。なるほど、うん、気持ちが楽になったらね、なんかね、まあ、病気多角的に見るっていうのが大事だと思います、うん、いろんな側面から、いろんな次元から見ていくっていうのが、うん、またね、ちょっとご質問が来てるんですけれども、うん、はい、清水のりこさんっていう方ね、はいはい、以前 KC 療法セミナー受けてましたっていうことで、うん、多分三浦先生のセミナーを受けられてたんですけれども、うん、で、今年に入り高熱ばかり出ていた22歳の息子が今朝総合病院で可能性リンパ、可能性変、リンパ腺炎、リンパ腺炎の診断され、うん、入院並みの治療をすることになったのですが、血液状態が非常に悪いと言われたようで、タバコ、ストレスが大きかったかなと思うのです。ということで、うん、発酵食品やら野菜作りをしていたけれど、過労かなって、今後どんなことに気をつけていけばいいかなっておっしゃってますね。アドバイスお願いします。うん、息子さんね、消防士さんだそうで、消防員、消防士、消防、まあまあ仕事のストレスっていうのも大きいとは思うんですが、はい、そうですね、まあリンパっていうのはやっぱ自律神経が絡んでるので、まあその辺しっかり寝る、しっかり食べる、うん、楽しいことを考えていくっていうようなことをしっかりやってもらって、あとは体を冷やさないこととか、あ、うん、よく噛んで食べていただくこと、それからしっかり呼吸をしていただくこと。呼吸はよく忘れますね、うん、私、うん、うん、やっぱこう今先生に言われて、あ、そうそうと思うぐらい、なんかちょっと何かこう根を詰めてると、うん、あ、呼吸するの忘れてたって、うん、うちの家は鏡とかトイレとかに、はい、呼吸って書いた張り紙をしてあります。なるほど。やっぱりみんな忘れるんですかね、呼吸。そうなんですよ、無意識に忘れるので、うん、あ、しっかり呼吸しないとっていうの、うん、そうですね、うん、まあ本当にまあお母様もね、まあセミナーを受けたりとか、結構ね、健康意識は高い方のようなので、うんうんうん、野菜を作ったりとかね、こう、うん、いろいろこう発酵食品も作られてるしっていうようなことでね、うんうん、はされてるんだけれども、やっぱりこう息子さんまだお若いと思うので、結構そう、ね、そう、うん、消防士になられてもまあ数年かなっていうところで、うん、まあ、あとまあ食べ物の場合はどういう思いで食べるかっていうのもすごく大事なんで、はい、食べないといけないとか病気治しのためっていうよりは、うん、美味しいなと思ってちゃんとリラックスできる環境で食べていただくっていうことですね。いいですね。私、うん、なんていうのかな、我々も緊張状態で食べると、緊張状態が起こると口が乾くじゃないですか。人前で急に何百人の前でも喋れって言ったら唾液が出なくて口が乾くっていう現象が起こると思うんですけど、ね、はいはい、口が乾いてるっていうことは実は唾液が出てなくて胃液も腸液も出てないんですね、うん、で胃腸の働きがピタッと止まってる状態なんで、うん、そんな状態でいくらいいもん食べても消化しないんです。うん、うん、だからリラックスして食べるっていうのがすごく大事なんで、うん、赤ちゃんの時とかはもう唾液がダラダラ出てるのに、
年齢とともに出づらくなってくるみたいな感じで、だから、まあ、仮にね、世界一体にいい食べ物っていうのがあったとしても、大嫌いな人と、窓のない地下室で2人きりで食べないといけないって言ったら、もうストレスで全く消化しないんですけど、仮に体に悪いって世間では揺れてるようなもんでも、大好きな人と自分が好きな大自然の中で食べると消化がいいとかっていう、そっちの方が全然健全なんで。なるほど。だから暗いニュースを見ながらご飯食べるとか、嫌なこと喋りながら、まあ、うちもよく言うんですけど、お母さんに、食事の時はお子さんとかご主人に小言言わないでねっていう話をよくするんですけど。そうですね。なんか、今、その清水のり子さんね、息子さん、緊急搬送続きで、日々大変って言ってますね。消防士さんなのでね。緊張感をどうしてもね、維持しないといけない病気なんで大変だと思うんですけど、まあ、ちゃんとね、自分で自分の時間を確保してて、我々医者もそうなんですけど、24時間患者さんのことをばっかり考えてると、プライベート中もずっと緊張しちゃって、自分の健康維持がなかなか難しいっていうことがあるので、もう切り替えるっていう習慣ですよね。僕は、まあ、消防隊員さんとかだったらセーフかと思うんですけど、もう脱いだら個人に戻る。なるほど。怒られるかもしれないですけど、僕も診察中の白衣っていうのは、この医者という仕事のコスプレやと思ってるんで。なるほど。脱いだらもう個人に戻る。人っていろんな顔があると思うんですね。まあ、そもそも人っていう言葉の、語源って言われてるパーソンの語源はペルソナって仮面なんで、女性だったら女性としての仮面、主婦としての仮面、母親としての仮面とか、もういろんなご近所付き合いの仮面とか、いろんなものを上手に使い分けていって、パートパートで脱ぎ分けて上手に自分をコントロールしていくっていうことがすごい、ストレスのケアという意味では大事なんじゃないかなと思います。そうですね。まあ、ぜひ、息子さん、これからね、まあ、もっと、こういう環境に慣れていただいて、ね。そうですね。まあ、責任感の強い方だから、そういうことにね、ありがたい話なんです。感謝はしますけども。まあね、そんなに、正義感のある方が、もう途中でもうできないわってなると、もう、それこそ、大切な、まあ、方なんで、ぜひね、医療従事者とか救急隊員さんが倒れちゃうと助けられる人、次の人も助けられなくなっちゃうので、上手にね、役割分担、仲間とかとしていただきながらですね、自分の役割の時は精一杯やるみたいな感じで、やっていただかないと、なかなか大変だと思います。先ほどの、そうですね、関節リウマチのお友達がいるクーリンさん、冷えや我慢する人に多いということが、とても参考になりました。ということで、あるある感謝ということで、できたことをどんどん感謝するっていうことで、伝えてみようと思いますっておっしゃってますね。そうですね、やっぱ我々、まあ、私もともと小児科医だったんですけど、医者の最初はね、やっぱりその、まあ、ちょっと暗い話になってしまうかもしれないけど、未熟児センターとかで勤務してたので、生まれてこれない子どもたちとか、生まれても障害あって大変とか、歩けない人たちとかいっぱいたくさん見てるので、まあ、このね50超えて体が動くだけでも多少の痛みとかそういうのは、年齢とも当然あるんですけども、まあ、江戸時代で考えると平均寿命40歳とかね、それぐらいだったんで、まあ、こうやって世界見渡したら、こんだけ安全で生きていける国ってまずないので、そうですね、ですので、まあ、僕も学生の時にアフリカの貧しい国に旅行行ったことあるんですけど、やっぱりいつ、
皆さんこう食べるものもないし家もないし、女性なんかはいつ襲われるかわかんないみたいな環境で、うん、生活されてて、もう次生まれ変わったらみんな日本人になりたいって、学校も病院も食事も家もあって、うん、何の心配もしなくていいって、そんな国なんか世界にめったにないんですよってすごい言われました。はいはい、いやそうですよね、うん、日本でもね、ちょっと前の時代だったらそういう治安とかも不安があったりするした時代もあるわけですから、だからせっかく今の時代のね日本に生まれてるっていうことは、これはあの玉城さんがこの時代の日本を楽しみましょうっていうことで選んで生まれてきてると思うので、はい、うん、感謝しながらできること楽しんでいったんちゃうかなっていう話をね。そう、そうですね。うん、いや、本当にこう、今、まあ、あの、まあ、他国でね、あの、まあ、戦争とかっていうようなことで、もう本当に悲惨な思いをされてるっていうのをね、見かけたりするんですけれども、見たりするんですけど、本当に日本のこの穏やかな、あの、日々っていうのが、なんか、ありがたいなと思って。うん。うん、なのでやっぱりこう私たちはもうせっかくのこの穏やかなこう日本に住ませてもらってるから、しっかりとそれをこうあの味わってしたいと思うんですけれども、ね、うん、だから世界に対しての平和のモデルを日本で作って、あのちゃんと争わなくてもこうやって生きていけるんですよっていうような国にしていきたいなとは思ってます。あ、そうですね、本当ですね、うん、まあ、一人一人がやっぱりこうその喜びを味わうっていうか、あの本当に小さなことでも、うん、まあ本当さっきおっしゃられたように、こうしてあの歩けるっていうことの感謝ね、ご飯が食べれるっていうことのまあ喜びとかも本当にこうもう数えきれない喜びがありますね。そういえば、そうですね、だからできてることを探しをしっかりしてもらって、はい、で、まあ私もいつも患者さんにもお勧めしてるんですけど、ホーミタクヤセンっていうネイティブアメリカンの方の、はい、あの体の癒し方があるんですけども、はい、頭の先から足の先まで全ての臓器に感謝の言葉をかけていくっていう、うん、おめめさん今日もありがとうございます、うん、あなた生まれてから今日まで私のためにいろんなものを見ていろんなことを判断させてくださって、あの、うん、文句を言うことなく毎日働いてくださってます、本当に本当にありがとうございますって順番に言っていくんですね。話とか、はい、口さんとか、はい、うん、でこう最後なでなでして全身をこうなでなでしてですね、あ、うん、今日もありがとうって、うん、鏡に向かってニコッとしてから寝るみたいな、うん、いいですね、うん、私がね、あの、10年ぐらい前にちょっと歩くのがちょっと苦しかった時があったんです。足が痛くてね。うんうん、で、その時、まあ私はこうセラピストですから、過去生っていうのがあってね、そこで結構ね、足を、まあ、切られたり、くくられたりっていう過去生が あるのをこう思い出すっていうかね、その時にね、うん、やっぱりこう毎朝こう足に向かってね、あ、こうやってね、あの、ちょっとでも歩けてね、あの、ありがとうって言って、さすってたんです。うん、したら、まあ、気ぃついたらね、普通に歩けるようになってたんですけど。あ、すごい。うん。うん、魔法のマントラっていうのを僕はよく言ってるんですけど、はい。うん。過去にあった嫌なことも、それはそれでよかった、あれはあれでよかったんだって、とりあえず言って、うん、うん、意味があったことだなっていうことで、自分に生きかしていくっていうのが、もうその過去性があってスピリチュアルの世界ですごい囚われちゃう人も時々おられるんですけど、はい、あの考えて解決する悩みと考えてもしょうがない悩みっていうのがあると思うんですね、過去性でたとえ本当にそれがあったとしても今考えたって解消、どうしようもないよねっていう話なんで、もうその時はね、うん、それだったけど、うん、今あるからね、足がね。ね、で、まあそれは体質的にどこが弱いっていうのは誰でも当然あるので、はい、気をつけなさいよメッセージだと思うので、はい、うん、いたわってあげればいいだけの話だと思います。はい、うん、そうですね。うん、なんかこの足のありがたみっていうのをつくづくね、その時ね、感じることができましたね。はい、なんか皆さんね、家系とか遺伝とかよくおっしゃるんですけど、
その帰れないですから考えてもしょうがないよねって、はい、うん、だから考えて解決する悩みと考えてもしょうがない悩みをしっかり分けて、うん、じゃあ何できるのっていうことだけをしっかり考えていきましょうっていうカウンセリングが多いですかね、うちは、うん、なるほど、そうですね、うん、まあちょっと、まあ先生に見ていただいて、あなたはちょっとこの辺がちょっと弱いから気をつけましょうねっていうようなアドバイスをもらったら、その辺をちょっとこう、あの、カバーできるようにはできそうですね。だから、行動するっていうことですね。考えてても落ち込むだけなんで、うんうんうん、逆にそういう、私はここが弱いんだって思ってしまうと、はい。そういう症状を引っ張ってくるんで、はい。いや、まあ、かもしれんけど、できることはあるはずって行動をなんか変えていただくっていうことですね。はい。私ね、まあ、先生もお目にかかったことあるからね、よくご存知だと思うんですけど、うん、やっぱりすごく肥満なんですよ。体が超えてるんですね。うん、で、まあ、先生の YouTube とか見せていただいてたら、大根を食べると痩せるっていう本があってね、それをまあ、買わせてもらったんですけれども、で、今、こう、おやつの代わりにね、大根をちょっとババッと切ったやつをこう、まあ、塩昆布とかにつけたようなものをおやつの代わりに食べたり、夜はその大根をたくさん食べたりするようにすると、本当にこう、お通じも良くって、なんか、うん、すごく、なんか私は向いてましたね。大根とかキノコっていうのが、体の中に、はい、蓄積した油を溶かすっていう働きがあるんで、ええ。うん、まあ、ただちょっと大根はね、冬場に取るんだったら冷え性の人は生で食べるのは少し控えていただいて、火を通して食べよう、体は冷やす作用があるので、水分が多い状態っていうのはやっぱ体冷やしますので、夏場は大根おろしでいいんですけど、秋とか冬になったらお漬物とか切り干し大根とか、あるいは煮物にしたりして火を通して食べるっていうのが冷えがある人にはいいです。なるほど。で、僕らもそうですけど、動物性のものとか、お魚とかお肉とかね、あとは天ぷらとかもそうですけど、はい、そういう油物を食べるときに、付け合わせとして、薬味ですね。おネギとか、大根とか、ニラとか、はい、うん、そういうのは多分ね、昔から生活の中で、昔の人が知ってた知恵として伝わってると思うんですけど、そうですね、うん、うん、そういうのを上手にやっていただくといいと思うんで、はい、僕の料理の写真を Facebook に上げるといつも薬味がめっちゃ多いですねってみんなに言われるんですけどでも先生すごくお料理がうまくて、はい、で船越安井先生女性の方だけだかな、お嬢さんですよね、船越さん。女性の船越さん？そう、娘さんかな？あら、ちょっと今、うん、重ね煮とか先生されてます。ああ、重ね煮は、はい、もう20年以上やってますね。はい。はい、まあ、ああいうのはちょっとね、私にもちょっと真似できるかなと思うので、まあ、ちょっと待って。岡山のわらの家っていうところを運営されている船越さんっていう先生が、その重ね煮で今すごい有名な先生なんですけど、はい、そこに20年以上、前に習いに行って重ね煮をしているのと、その先生が、断食をされて、ファスティングのセミナーをされているので、そこで断食のセミナーとかに行って、その流れで私も断食のセミナーとかをするようになって、でまたまたまその船越さんと私の師匠が野口芳蔵先生って言って、これスピリチュアルなことが好きな人にはたまらん人やと思うんですけど、はい、もともとお坊さんなんですけど、今はね、はい、チベットで何年も修行してきて、今は日本で断食セミナーで活躍されてますけど、はい、うん、まあ、共通の師匠で価値観が似てるので、まあ、今ちょっとね、このコロナの関係で私も断食のセミナーができてないんですけど、なるほど、はい、3年ぐらい前までは年に何回かは断食セミナーしてました、はい、はいはい、そうなんですね。いや、私は、うん、まあ、自己流とか、あとちょっとこうなんか酵素ドリンクをするような、使うような、うん、ファスティングってしたことあるんですけれども、うん、なんかやっぱファスティングしてるときは、まあ
2、3キロは痩せるんだけど、すぐにね、戻るんですよ。うん。まあ、それでもね、数日間だけでもちゃんと胃腸を休ませてあげるっていうことができれば、あの、私も昔90キロあったんですけど、あの、なんていうかな、太れるっていうのは、ごめんなさいね、女性に。いやいや。太れなくて困ってて、断食セミナーに来る人とかもいるんですよ、実際に、ね。うん。ですから、あの、太れるってことは、ある意味体力があるってことなんで、まあ、悪いことばっかりではないし、はい、国によってはあのふくよかな女性の方が魅力があるって美人だっていうような国もいっぱいあるわけで、うん、あのいいとか悪いとか今の若い子の美人感っていうのが極端に痩せすぎなので、うんうん、まあちょっとね私の場合お腹がねあの邪魔になってきたなと思うのとやっぱりこう、まあねえ、やっぱりこう痩せてたら、もう少しこう、あの、ファッション、お洋服もね、うん、楽しめるかな、とかね。やっぱりそういう、こう、気持ちがあって、でもね、やっぱおやつには勝てなくて、ずっとね、うん、おやつをいっぱい食べてたんですよ。で、はいはい、その大根を知ってから、大根をこう、ちょっとこう、まあ、つけておいたものをね、おやつが食べたい時に、それを食べるようにしたんです。うん。そしたらまあおやつの、 あのおせんべい食べるのが減ったんでいいかなと思って。そうですね。僕らもそのちょっとコーヒーの代わりに玄米コーヒーっていう玄米を焙煎したようなものを飲むとか、はい、あの梅湯を飲むとか、あ梅ね、うん、あのお酒飲みに行った最後の一杯はちょっとこう梅干しを入れたようなお湯を飲んどくとかですね。まあこれ言い訳ドリンクって僕は言ってますけどもでも体にはまあまあいい反応はあると思うので、まあちょっとずつそういう感じで体をいたわっていければ、うん、人間の体ってそんな弱くないですし、うん、あの僕らが生きていく目的っていうのはあの一生食べたいものを我慢することではなくて、はいはい、楽しく幸せに生きていくことが生きてる目的なんで、はい、うん、あの体調を見ながらある程度いけるんだったら、はい、うん、あの質だけこだわっていただいたらいいかなと思います。おやつでもちょっとこう添加物が少ないものだとか、はい、オーガニックなものとか、うん、そういうものが今ネットとか調べていただくと手に入りますので、うん、あの、はい、まあ確かに市販のものは安くていっぱい食べれるんですけども、でも結局何のために来てんのかって考えたら、ね、うん、ちゃんと幸せにずっと元気にしていくっていうことが大事なので、そうそう、やっぱ自分にもちゃんとそうやって投資していくっていうことも大事なんで、まあ本当に、まあ、今の若い子のカウンセリングとかしてると携帯代とかゲーム代のために食べたいものはもうファーストフードばっかりみたいな人もいるんですけど、うん、じゃあ何のために来てんのみたいな話をねよくするんですけど、うん、まあ、森からそれでね農業をやれとか、うん、全部オーガニックにしろとかっていう話はまた次元が違う話なんですけども、はい、うん、だけどまあ少なくともちょっとできる時だけでいいから自分をいたわるっていう、うんうん、そう思っといた方がいいよねっていう、うん、そうですね、まあ、あのね体と対話するっていうのがまず基本なんですけど、皆さんも体ほったらかしにしてるんで体と対話っていうのはなかなかしてないかもわからないですね。うん、あの僕も今日朝起きたら今日の晩何食べたいかなって体に聞くようにしてます。なるほど。今日はお肉かな、今日はお魚かな、うん、今日は野菜だけでいいかなとかって、うんうんうん。まあ時間によって変わることもあるんですけど、体調も変わりますから。はい、だけど、うん、まあ、ちゃんと体さん今日はどうとかっていうね、うん、声かけは、うん、まあよくうちのクリニックでもね。はい、あの治療法に関しても、ね、よくわからんから先生が言う通りにしますとかっておっしゃる人いるんですけど、はい、極論ですけど、じゃあ僕は死ねって言ったら死ぬんですかってよく言うんですけどね、うんうんうん、誰の体なんですかって、うんうん、まあ、運命っていうぐらいだから命自分で運ばないといけないんですよって、うんうん、っていうお話をして自分で自分の取扱説明書を作っていくっていうような生活を、うんうん、こういうもん食べたら調子が悪くなるとか調子がいいとか、うん、今日はこうだなとか、うん、まあ、自分と 100% ねそんな
知識がなくてもある程度食べてみて美味しいかどうかって本能的に分かるじゃないですか、うん、そうですね、うん、その辺をね、できる範囲で結構ですから見つめてくださいっていう、うん、スピリチュアルの世界もなんかこうね、うん、先生との相性とかもあると思うし、はい、うん、だからそうですよね、と思ったらねいいと思うんですけど、違うなと思ったらやめればいいし、変な宗教みたいに必ずこれをしないといけないっていうようなことではないとは思うんですよね、ほっといても基本的にみんなスピリチュアルですから、はい、日本人は特に、はい、うん、そうですね、うん、まあ、私のその、ちょっとこの、体、肉体的には、やっぱりちょっとね、うん、足の爪がこう、ちょっと巻き爪になり、なったりとか、うん、やっぱこう、ちょっとこう、お腹が邪魔になったりとかっていうようなことは、やっぱりこうね、体がね、私にね、もうちょっとちゃんとしてよって言ってんねやなと思うんで、ちょっと、作業。作業を思いますからね、うん。はい。はい。思うんですけど。はい、まあ、こう本当にこうね、悩むよりも、まあ、そうかなと思ったら、ちょっと行動に移してみた方がいいですね。なんかね。そうですね。まあ、はい、なんていうんですかね、変なネットワークのサプリメントとか、そういうのはちょっと気をつけていただきたいんですけど、はい。うん、そうです。質にこだわった、きちんとしたもんであったり、どういう人が紹介してくださるかっていうのも大事だと思うんですけど、はい。はい、うん、そういうもんだったら試してみる価値はあるんじゃないかなと思いますし、まあ基本的にはまあサプリよりは自然なもの、なるべく加工度の低いもの、丸ごとそのままの形のものを食べるっていうのが、まあ、一番は基本なので、はい、うん、まあ、そういうふうな、大変ですけど、はい、うん、そうです。近寄せていて少しずつでもね、うん、でも本当にサプリメントね、よくね、お魚の油とかなんとかって言ってるけれども、すごい何千匹分が取れますよとかね、お野菜でもねすごい量が取れますよって言うんですけど、そんなにね普通取らないじゃないですか。そうです、そうです、うん、ね、これちょっとやばいんちゃうかなと思って、うん、いらないです基本は。はい、ですよね。レモン1000個分とかって言われても食べへんやろ、うん、普通って思うんですよね。そうそうそう、そうですよね、うん、だから本当にこう、うん、人間の体っていうのはね、当たり前ってそもそも当たり前っていうのをちょっと考えてくださいねっていうのを、うん、お伝えしてることが多いですかね、うん、はい、そもそも レモン何百個も食べれますかとかはい、お魚何千匹も食べれますかみたいな話ですね。あのコマーシャル見るとね、うん、なんかね、買う気がなくなるんですけど、うんうん、ちょっとおかしいんちゃう。僕は一言そんなやつはおらんやろって思っちゃうんですけど、うち主人がなんか青汁をね、なんかね、うん、いいと思って何杯も何杯も飲んでたらね、カリウムが高くなったかなんかお医者さんに言われて、うんうん、生野菜を控えてくださいって言われたんですよ。で、その時に、あのドリンクかなと思って、やめたら、元に戻りましたけど。まあ、それはあると思いますね。まあ、普段、旬の野菜だったらそんなに食べれないですか、ね、食べないですもんね。まあ、今はこうキャベツとかはね、たくさん食べるようになってるんです。うん、美味しいんでね、食べるんですけれども、うん、やっぱりね、ちょっとこう、自然な方がいいですね。はい。ね、まあ、さっき言ったみたいに旬の質のいいものを適量食べていただくっていうので重要だと思いますね。まあね、まあ大食感なんでいつも食べ過ぎって言って怒られるんですけれども、はい、うん、ちょっとね、よく噛むようにはしたいなと思って、まあ、あとまあちょっと胃腸が疲れたなって思う時は、さっき言ったみたいな、まあ2日ぐらいでもいいのでちょっと小食にして胃腸を休めてあげる、そうですね、うん、一応ね、いうような軽いファスティングでいいと思うので、そうですね、うん、まあ、夕方に食事が終わって翌日ね、うん、朝食はね、最近抜くようにしてるんですよ、うんうんうん、ところがお昼ご飯にすごい量を食べるから、あかんのちゃうかって主人が言うんですけども、うん、まあ
断食のやり方も向き不向きがあって、そうやって抜いたことによってドカ食いするっていう人は分けてちょこちょこ食べた方がまだいいかもしれないです。そうですね、自分がもしお仕事をされてると考えた時に、はいはい、いきなりドーンっていう仕事を押し付けられるよりはちゃんと分けてちょっとずつ出しといてよみたいな方が効率が良かったりするので、はい、まあうちでもうちの家族なんかは抜くともうちょっと低血糖になってフラフラするっていうので、3食食べた方がいいよっていう感じにしてますけど、私は1食でも平気なんで結構1食が多いんです。それもね、うん、体質によるので、うん、私も体調によって、あ、さっきも言いましたけど、体に聞いて、あ、今日は3食食べていいな、方がいいなって思うときは3食食べます。うん、なるほど。うん、だから私も本何冊か書いてますけど、はい、3食食べましょうっていう本と、2食にしましょうっていう本と、断食しましょうっていう本と、全部あるんで、どないやねんみたいなこと言われてますけど。いいじゃないですかね、なんかね、自然で。うん。本当、自然ですね、それはね。うん。まあ、なんか体調によって合わせばいいっていうことで、まあ、さっき言ったみたいに、こう、ルールで、何時に食べなあかんとか、何食にせなあかんとかってやっちゃうよりは、はい。うん。体に聞いて、今日はこういう食べ方かなって、何食べたいなとかっていう。どこ行きたいなとか、外食でもいいと思うんですけど、はいはい、どこ行きたいなとかってちゃんと体と対話してやってもらって、誰と食べたいなっていうのも大事だし、うん、いや、まあ私もやっぱりちょっと自分の体にもうちょっとこう、うん、声かけて優しく、うん、してあげてもいいかなと思いました今、はい、うんうんうん、まあ、なかなか、はい、今までね、もう僕もそうですけど50年近く頑張ってきてくれてる体なんでね、はい、もうあとは感謝しかないなと思って今生活はしてますけどね、うんうん、はい、だからこれ以上迷惑かけないようにって思いながらもついつい食べ過ぎ飲み過ぎはやっちゃいますけど、ごめんねって体に言いながら、はい、そうですね、まあ、さっき言いましたけど、はい、うん、あ、どうぞどうぞ。お元気ですか先生は。うん、あのおかげさまで、はい、休みなく動き回っておりますが。ね、なんかあの連休の間はあのお魚釣りも行ってはったみたいですし。そうですね。はいはい。なんか楽しそうでいいなと思ってるんですけど。来週はあのみんなでピザ大会ですね。うわ、そんな、ピザも家で焼くんですかじゃなくて。いや、さっきね、ちらっと言ったあの、の農業一緒にやってる坂東君というのは、はい、古民家を借りてて、はい、僕は冗談で、あのピザ窯作ってって言ったら本当に作ってくれたんです。すごい。だからみんなでトッピングの具材を持ち寄って、ピザを作ろう。まあ大人になってもね、自分らでそうやってイベント作って遊べるようなことをどんどん企画していったらいいと思うんですよね、うん、そうですね。なんか、うん、本当にあの遊び上手ですね。なんか上手な遊び方ですよね。皆さんね。うん、なんか知らないですけど、うん、なんやかんや、あの、ちゃんとセミナーもしてますけど、はい、アウトドア系は結構やってますね。はい、そうなんですね。うん、まあ、あの、本当にね、あとその先生が、この顔とか、そういうところを見てね、あの、本当に、体の調子が分かりますよっていうようなこともね、なんかセミナーをされていたっていうのはお友達から聞いたんですけども、はい、そういうセミナーはまたされるんですか、うん、はい、また再開しようと思うんですけど、これもやっぱコロナの影響でちょっとセミナーができなくなっちゃってるので、あ、うん、まあ、そろそろ考えようとは思ってるんですが、うんうん、はい、うん、まあ、これはあの別に私が特別に考えたわけじゃなくて、まあ、こう予約的に今、まあ、手相とか人相とかっていうのがもう何千年も前からね、はい、あるのと同じようなことを健康の分野に応用しましょうっていうことで、うん、まあ、こういう耳の人は生まれつきこういう体質なんで、食事はちょっとこういう食事は控えた方がいいですよとか、こういうの食べた方がいいですよとか、今ちょっと唇荒れてるので腸が汚れてるかもしれないからしばらくちょっと慎重に食べてくださいねとかっていうお話で、まあ、さっきも言いましたけど、
鏡を見て自分の体をちゃんとセルフチェックして、うん、今自分はこんな感じかなっていうのを自分で見ていただく。でその上で何を食べるか、どう考えていくか、どう生活していくかっていうのを、まあ、あの医者任せじゃなくて自分でもうできるんですよっていうようなセミナーですね。はい、それ大事ですね。ありがたいことに、あの受講生 もう今600人以上おられますし、はい、あの、はい、まあ、その中に何人かは私のお友達が入ってるみたいで、うん、多分聞いていただくと分かるんですけど、セミナーの内容より雑談の話しか覚えてないって人がいるんですけど楽しそうですね、なんかね、あとね、まあ、私とかはね、あのずっとね玄米を食べるんですけれども、うんうん、で玄米もやっぱりほら、あの殻がついてるからやっぱり農薬怖いじゃないですか。で、うん、主人の妹が岡山で農業してるので、農業もね、まあ、あのちょこっとだけするので、だからあの家族が食べるためのお米みたいな感じですかね、うん、そういうのを、うん、あの、まあ、分けてもらって、で、まあ、玄米をこう結構ゴシ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 こう、あの傷つけるようにして、まあ、できるだけ柔らかくと思って炊くんですけど、玄米も合う人合わない人っているんですよね、なんか。うん、やっぱりね、胃腸が弱い人は、あの玄米ってやっぱ消化するのにちょっと、現代人にとってはパワーがいる食べ物なので、うん、胃が弱い人は、どちらかというと、ぶずき米とか、白米に雑穀を混ぜてもらうとかっていうような食べ方を、あのおすすめすることが多いかな。何が何でも玄米菜食が一番いいとは私も思ってないです、うんうん、であとはどうしても玄米食べたいって、まあ、あの、まあ玄米は胚芽があるのでミネラルとか栄養素が補給できるっていうのがいいんですけど、うん、消化できないんだったら意味がないので、赤ちゃんなんかは玄米食べさせたらそのまま粒のままうんちで出てきたりするんで、はい、うん、そういう時はやっぱりちゃんとすりつぶしてあげた方がいいので、はい、うん、大人もそうですけど、今の人はあんまり噛めないので、うん、あの玄米食べるんだったらしっかり噛むっていうのを意識してもらうのと、炊き方ですね。あとまあ私がずっとあの一人暮らしが長かった時に食べたのは酵素玄米って言って、あ、はいはい、うん、長岡式酵素玄米っていう玄米を炊いてから3日間、うん、発酵させてから食べるみたいな、うん、そういう食べ方はよくしてましたけどね。それはもう胃腸の調子に合わせてもらって、便通の状態とか、あのやっぱ玄米いきなり食べると胃が痛いとか重いとかっていう人いるので、うん、はい、そういう人はちょっと加減してもらった方がいいかな。はい、はい、ちょっと、うん、まあ、あのそれこそ本当にちょっとこう調子を取りながらっていう感じですね、うん、はい、あの健康法ってね、根本的な話なんですけど、本屋さんに行って医者が書いた食事療法の本とかってもう何十冊も並んでるんですけど、はいはい、全部違うこと書いてあるんですね。そうですね、はい、1冊読んだらできるんですけど、3冊読んだら迷いが出て、うん、5冊読んだらできなくなるっていうのが、はい、うん、玄米がいいっていう先生もいればあかんっていう先生もいますんで、はい、はい、で私はたまたまと予約をやってるので、その人の体質とか、まあ、実際は食べてみて決めてっていうお話をさせていただくことが多いですよね。うん、はい、ね、あと、まあ、あの三浦先生があの番茶、3年番茶っていうのを勧められてるかなと思うんですよ。うんうん、で、うん、私はあの岡山に行った時にドクダミを摘んできてね。で、あの主人がね、やっぱりね、あの毎日ちゃんと便は出るんだけど、なんか最近出にくかったりとかするみたいで、そういう時に、まあ、毒ダミがいいのかなとか思ったりとかして、うん、あの薬効を考えていただいたら、その症状に合ったものを飲んでいただいたらいいと思います。まあ、三年番茶っていうのはね、あのカフェインも入ってないので、はい、普通の緑茶とかに、緑茶だとかだったらカフェイン入ってるんで、あんまり赤ちゃんは飲んじゃいかんとかってありますけど、はい、あのおばん茶とかほうじ茶はカフェイン入ってないので、赤ちゃんから飲めるっていうので、日常の水代わりに、うん、まあ、飲み物からカロリーを取らない、お薬として取らないっていうことで言うと、あの番茶とかがほうじ茶とかが一番いいんですけど、そうやって便秘解消の目的とか、健康維持の目的とかっていうんだったら、ドクダミとか、あの
まあ、ドクダミはね、重薬って言われるぐらい10個の効能あるって言われてますけど、うん、いいとは思いますよ。それで便通が良くなるんだったら、はい、うん、まあ、なるのかどうかちょっと、いつもなんかアロエを皮ごと、うん、アロエとバナナとでミルクとなんかちょっとまあ、もしね便秘がひどいんだったら漢方で言うとね、血明子って言って、血明子、うん、ハブ茶ですね、ハブ茶、うん、が便秘にはよくうちのクリニックにも使いますからね、はい、まあ、あとは食物繊維が入ってるようなものだったら便通は良くなりますけどね、大箱とかでも、うんうん、はい、ちょっとまあいろいろこうねやりながら、もうまあアカスティアの葉っていうのをねちょっと開いたんですけども、うん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 、そしたらなんか主人は92、3ぐらいまで生きるかなっていう感じなんで、うんうん、やっぱ生きてくれるのは嬉しいけど、やっぱ健康で生きてもらわないとね、苦しみながら生きるのはかわいそうなんで、だからちょっとまあ、私ができることっていうのは、まあ、ちょっとそういう、お話を聞いたりとかね。あと、まあ、できたら本当に、こう、ちょっと主人と一緒にね、先生とこう伺いたいなと思って。うん、先生は、癌とかが、まあ、結構、患者さんに多いかと思うんですけれども、先生とこは、前立腺とかもされてるんですか？いや、前立腺の癌の人も結構おられますよ。うん。癌ではなくて、ただの前立腺だけでも、大丈夫、まあまあ漢方薬とか食事指導とか、そういうのは普通にしてます。はい。前立腺っていうのもやっぱ食事指導っていうのがあるんですかね。まあやっぱ前立腺がんっていうのはどちらかというと欧米型のがんなんで、うん、和食中心に戻してもらったり、うん、うん、あとはまあ生活習慣の問題ですかね。下半身を冷やさないとか。なるほど。腰をしていただいたり足をしていただいたりとかっていうのもいいと思います。なるほど。まあ今の時期は暖かいから無理やじゃなくていいですけど、でも夏場ほど冷えますね。外の気温と空調が入ってる部屋との差がひどいので、はい、うん、薄いのでいいから腹巻きしといてくださいっていうようなお話は、はあ、よくさせていただきますね。うん、まあちょっとお散歩なんか行ったら、私なんかこう 汗をかくんですけど、うん、汗をかいたらシャワーよりもね温まらないとね寒いんです。うん、うん、そうなんです。だから、ね、これからの時期ですけど、汗をかいたまま毛穴が開いて、外が暑いので毛穴を開いて体は体温下げようとして汗かくんですけど、はい、その状態でいきなり空調がガンガンに効いた部屋に入ると、開いた毛穴にいきなり冷気って、冷たい気ですね、はい、がガーンと入ってくるんで、これ冷えの内向って、内向っていうのは内攻めって書きます。中に攻めるって書きます、はい、もう芯まで冷えてしまうんで、はい、うん、ちょっとはそのデパートとか電車とかこうガンガンに空調効いてる ところに入る前にちょっと汗しっかり拭いてもらって、うん、一呼吸置いてから入っていただくっていうのが、うん、結構健康維持としては大事かな、はい、やっぱり体は冷やすっていうことはやっぱりあかんみたいですね。なんかね、いやいや、冷やさなあかん人もいるんですけど。そうなんですか。うん、だけど普通に考えて空調ガンガンっていうのはちょっと不自然なので、はい、うんうん、それとまあ毛穴が開いた状態でっていうのは、ね、まあ今僕らの年齢よりちょっと前ぐらいからもう何て言うんですかね、生まれた時から保育室で空調管理されてたり湿度管理されてたりする、はい、うん、生活環境の人が多いので、自分自身で、はい、体温とか湿気の管理ができなくなっちゃってる人がすごく多いんですね、はい、うん、だからそれで体調崩しやすい人が、うん、特に若い女性とかそうですけど、はい、うん、ですので、まあ、その辺はちょっと気をつけてもらって、まあ、運動量も少ないですしね、はい、気をつけてもらった方がいいかなと思いますね。はい、はい、はい、なんか気をつけたいと思います。風鈴さんがやっぱりね、青汁を飲み続けたら不整脈
が頻繁に出るようになったって言って、うん、飲まなくなったらいつの間にか不整脈がなくなってましたっておっしゃってました。うんうん、その、まあ、それだけに特定できるかどうかは分かんないんですけど、うん、あのそういうのを飲む時期と飲まなくていい時期があるので、うん、そうですね、うん、メーカーさんはやっぱり物を売りたいから一生飲みましょうって言うんですけど、うん、それもさっきも言ったみたいに自分の体調にそうやってね、そうそうそう、続けていただいて、続けるかどうか考えていただいたらいいと思います。そうですね、うちの主人もなんか何倍も飲んでましたからね、うん、いいと思ったらね、いつもね、あの人の倍は飲むんですよ。あれちょっと良くないちゃうかなと思うんですけど、うんまああのもう81歳という、まあ、食糧難の時もやっぱりあの乗り越えてますから、多分あのしっかり食べろっていう感じかなと思うんですけどね。まあ昭和の初期はやっぱり食べ物が なくて病気になってる人が多かったんですけど、栄養不足で、はい、だけど今の時代は逆に食べ過ぎて、はい、栄養過剰で病気になってる人が多いので、はい、足し算ばっかりじゃなくて引き算の栄養学も考えていかないと、国が言う通り、食品メーカーが言う通り食べてたら、はい、うん、どうしても食べ過ぎになりますんで、はい、うん、その辺はね、気をつけていただきたいなと思いますね。そうですね、うん、なんかあの三浦先生はもう結構あのファスティングが多くて、うん、あまりこうあのまともにお食事する日が少ないみたいなこともちらっとあのおっしゃってたかなと思うんですけれども、うん、いや今はそんなことないですよ。食べた方がいいなっていう日は普通に食べます。あ、そうです。あ、なるほど、うんうん、ですね、うん、まあ、やっぱり本当にこう自分のお腹とちょっと仲良くしてね、お腹に負担かけないようにしてあげたいなと思います。あとで、まあ、あとは食べるものをあのちゃんと、うん、まあ、私も今あの家族も忙しいのでお弁当とかなかなか作れないから、まあ、ちょっとそういうこだわったお弁当を作ってるお店でお弁当を買うようにしたり。なるほど、そういうお店があるんですか。うん、そういうお店を見つけるし、あの、外食する時もちょっとこだわってはるような、うんうんうん、お店を見つけといて、そこをこうぐるぐる回ってるような感じですかね。はい、やっぱりなんかあのお話聞いてると、なんか食事がなんかお薬みたいなっていうか、まあ、ちょっとまあ健康のためっていうか、まあ、大切な感じやなってやっぱ思いましたね。口から手に入れるんですかね。やっぱりスピリチュアルな世界の話で言うと、はい、まあ、別に悟りを開きたいと思ってるわけじゃないんですけど、やっぱりこう、はい、そういう修行する人って必ずファスティングしたり、食事こだわりながらしっかりこう座禅とかを組んで瞑想して、でそのことで宇宙とつながりやすくなって、はい、インスピレーションを得るっていう方が多いんで、はい、やっぱこう体とか思考には食とか呼吸とか運動とかっていうのはすごいつながってるなって思いますので、うん、まあその辺は私ももう今はできる範囲ですけど、一日、まあ、たとえ仕事する前の3分間だけでもしっかりちょっと呼吸してみるとか、うん、あの目閉じてみるとか、うん、あの毎朝近くの神社に行ってちょっと瞑想するとかっていうのは続けるようにはしてます。そうですね、なんか先生、うん、あのこうあのお参りして、それからこう診察してくださるって言って、うん、ああ、たまたまね、近くにある宿那彦那神社さんってお薬の神さんなんでね、はい、だから患者さん元気になりますようにって言わせてからクリニックに行く、はい、多分たまたまじゃないような気もするんですけど、まあね、もう先生のためになんかね、そうやってね、まあ、あのいてくださるのかなとか思いますね。あの先日もちょっとまあお話をお聞きしてるときに、こうね、目を見つめてね、あの本当に元気になるよっていうふうにね、あの言ってるんだよっておっしゃってたんでね。うん、やっぱり、まあ、やっぱり人はね、あの人に傷つけられるんですけど、癒せるのも結局は人の場合が多いので、うん、あのどうせお話ししたり一緒に過ごすんだったら、うん、一緒にいる人が幸せになってほしいなって思いながら、
お話しした方がいいかなと思ってますね、はいはいはい、ありがとうございます。なんかね、今日ねこうやってお先生のお話をお伺いしてね、こうなんか幸せのあのオーラがいっぱいこう出ていってるんじゃないかなと思いますね。はいはい、まあ、本当にあのさっきもあのお伺いしたあのそうですね、バンちゃんっていう方ですね、うん、あのちょっとあのできたらアクセスまた情報送ります。はい、あ、はいはい、よろしくお願い。またあの、はい、先生から情報をいただいたらこの、そうですね、そうです、 YouTube の方のねあのコメント欄の方にもねまたあの貼らせていただこうかなと思いますので、今日ね放送あの聞けない方もまたね後日放送聞かれた時にね、載ってたらまたあのアクセスしてみていただけたらなと思います。まあ、こういうあのことはどんどん広がってもいいんですね。そうですね、まあ、自然な医療と脳を広げていきたいっていう活動も今20年以上してますので、はい、まあ、それなりにネットワークは徐々にですけどできつつあるので、はい、うん、こういう人を紹介してほしいってご相談していただけたら紹介できる人も何人かおられますので、はい、あのまた聞いていただけたらいいかな。まあ、一番私が情報発信しているのは Facebook なので、はい、そういうところに書き込んでいただいたらいいかなと思います。はいはいはい、またあの Facebook の方にね、こんなん探してるんですけどとか、まあ、なんかこうね、三浦先生やったらご存知かなって思われることがあったらまた聞かせていただいたらいいですね。はい、そうですね、イベントもやってます、はい、講演会もやってますのでまた聞いてください。はい、はい、講演会あのこの近い、先に、何かありそうですか、講演会は。あ、今はねちょっとないんですけど、まああと江戸川啓示療法っていうですね、はい、先ほどもご質問あった、はい、江戸川啓示センターの三田先生っていう会長ですね、はい、とのコラボの講演会、これで今年で5年目になるんですけど、これが7月から始まりますかね。はい。はい、うん。あの、ズームでも参加できますので。はい。うん。三田先生が、KC 療法の解説をしてくださって、私がそこに西洋医学的なものとか、東洋医学的なものとか、食事療法的なものをフォローさせていただくっていう2人のコラボの講演で、あの、あまり、日本でもやってるとこ少ないので、もしも興味があれば、はい、はい、はい、ぜひあのまたあのご案内をまたあの YouTube の方にもね載せておきたいと思いますのでね、はい、ご興味のある方ぜひご覧いただけたらと思います。先生今日はどうも本当にありがとうございました。こちらこそ、長時間皆さん拝聴してくださってありがとうございます。ありがとうございます。またね、あの先生、すごくお忙しい先生をね、今日はね、なんか特別に来ていただけたような感じでね、本当に感謝してます。いやいや、いつでも言ってください。はい。ね、そんなん言うたら、またあのお願いしたいと思いますので。はい。はい。ぜひ、じゃあまた今後ともよろしくお願いします。はい。楽しかったです。ありがとうございます。よかったです。今日はありがとうございました。はい。では、またよろしくお願いします。失礼いたします。はい。